お嬢が楽しめるようにうちらも全力で応援してるよ。お嬢は最強だ、頑張って、ありがとう頑張るよ。嬉しいな、なんか誇らしく思ってくれるんすか何その単語、よ俺誇らしいみたいなこと何その単語初めて見たんだけど何今日初めて見たよ、何その3文字なんて読むんそれ、よ俺誇らしいの略ってこと、知らないの、知らないよ何それ、よさん俺誇らしいよ何それ元ネタみこちのやつ、何それ、あ、みこち俺恥ずかしい、あーそれの、そういうことね、あ、そうなんだ、今トレンドなんや、よ、よーれほこあ、みこぴー公文なんだ、その派生なんだね、超おもろいんだけどいや、嬉しいですね、誇らしく思って、もう後方腕組みしてないみんな、え、でもなんか、バロの大会出るって言ったらさ、でも、ちらほらでも確かになんか、え、なんか、予算が褒められてんの嬉しいな。いや、なんか、みたいな声見かけるな、結構。なんか結構、腕組み、泣き里組が結構見受けられるね、確かに。泣き里組大体それ。そうか。え、でもなんかさ、すごい、ありがたいことなんか、他のなんかフォロメンとか喋ったりとかするときとか、まあ、ルイちゃんとかも言ったけど、やっぱ泣き髪のみんなはね、本当になんか、いい人が多いねって言ってくれたよ、みんな。みんないい子なんやね。いや、誇らしい。いや、誇らしいよ。いや、誇らしいよ、本当に。どっちも、いいんだね。いいんだね。そうやね。いいんだね。いや、マジ誇らしい。本当にでも、え、でも本当によ、誇らしいですよ。なんか、ね、その、ルイちゃんが言ってたけど、なんか、ルイちゃんがさ、例えば世の話題を出すとかさ、その、なんか、予算のこの間なんか言ったんだよね、とか、なんか、そういう話をしたりとかすると、すかさず泣き里組はね、まやみちゃんと遊んでくれてありがとう、みたいな。でも、あやめちゃんの話をしてくれてありがとうみたいな。感謝されるって言ってた。なんか、多分普段水面下でこう、スーって静かにしてるんだけど、急にあやめちゃんの話し出すとみんな、うわーみたいな感じになるよって言ってた。めっちゃ面白い。そうなんだね、みんなね。なんか、急に話題出たら急に、うわーみたいになるよね、みたいに言ってたよ。みんなそうだったんだね。そう、なんかもう、お嬢の話助かるみたいな感じで言ってくれるよ、みんなって。言ってたよかった、みんな。なんかそういう攻撃するとかじゃなくて、みんな。優しい子でよかったわ。よかったわ、とか。みんな穏やかでよかったよ。優しい、優しいみんなでいてくれ。穏やかでいてくれ。ね、攻撃したりとか悪口言ったりとかね、言うとあかんからね。穏やかに行きましょう。